この3ヶ月っていうのはやはりどっしりした、今いる場所できちんと、世界を完結させていくっていう感じがするんですね。もちろん転職されるとかそれは全然構わないんですが、この星の動きを踏まえてタロットでも見させてください。やはり星はあくまでも天気予報なので、その人がどのように受け取って生かすかによってまた全然変わるんですけど、タロットはどちらかというとその人の心境とか気をつけることを見るのに適しているので、それも残り3ヶ月水亀座さんにとってどうか見てみたいと思います。お願いします。ちょっとこっちにしようかな。まあ軽快なねエネルギーがあるがゆえに、こう深掘りせずに次に行くっていうよりも、しっかりと今は今のこの場で深掘りしてやりきってから行ってほしいという感じがあります。じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月です。はい、ワンドのナイト、ペンタクス4の逆、死神、カップキング、ソードの6逆、そして女帝、わーカップ9です。ちょっと気をつけることや対策が、ワンドページの逆とワンド2とオラクルは、はい、ソード8の逆ですね。そうですか、そうですか。なかなかやはりここまでの間でもすでにこうデスが出てるっていうのは、やっぱり今年1年の中でもね、いろいろ動きがあったのかなって感じがしますね。ちょっと見てみましょうか。まあ今でもその何かを終えて、勇気を持って何かを終えて新しい状況に移ったっていう感じがするんですよね。でその新しい状況の中でこう人の優しさを感じていたいとか、実際何かからケアしてもらってるとか、気にかけてもらってるとか、優しくしてもらってる、そして自分の中にあるこの優しさ愛情でこう世界を作っていきたいみたいな感じもあるのかなっていう気がします。なのでこう一見いいですよね。一見いいっていうのはやる気もあるし、頑張ってるし、実際の変化も起こしたし、そしてその後の10月ですか、ちょっと見てみますね。カップ2とソードナイト、ソードナイトの逆とワンド10ということで、何かね、自分が想定していた通りの動きじゃないっていう感じがするんですね。その10月って、星で見た時にはちょっと遠くまで出かけていきましょうとか、その専門知識を取りに行きましょうとか、誰かと普段関わらない人とも関わりましょうみたいなね、そういう時なんですけども、そういう英知が遠くからやってくるっていう感じで言われてるんですが、ただカードで見るとそこまで自分が調子よく進んでるっていう感じがなくて、でそれなぜなのって言ったら、本当はだってほらご自身は頑張ったら頑張ったなりの成果が欲しいって思ってらっしゃると思うんですけど、こんなに頑張ってるのにこれだけの評価なのって思うかもしれないんですが、今10月で一番大事なのは誰とつながるかっていう感じなんですよ。遠いところの情報をどこまで引き寄せられるか、でそれは自分の意識がいかにこうリラックスして、あ、これからきっと良くなる、自分に必要なメッセージが来るぞって思ってると、本当にたまたまなんかこうおすすめで YouTube 動画上がってきたりとか、いろんな人の知り合いの話を聞いたりとかして、いいご縁がつながりそうなんですね。これは何かと何かがつながる、絡むって感じで出ているので、それはとてもいいんです。でもそれにはなんかものすごく自分は頑張らなきゃいけないとか、なんか無理してそれをこなさなければ進まないんだと思ってらっしゃるかもしれないんですね。でそんなことはないんですよ。どんなに頑張ってもやはり、進める距離は決まっているというかね、ご自身が、例えば自分が目的地まで徒歩で
何日もかけて徒歩で行きますって言ったり、いやもしくは電車に乗って行きますって言ったり、いやもう新幹線で行きますって言ったり、飛行機で行きますっていうことによって物理的な時間っていうのはすごく変わりますけど、どれだけ時間をかけようとも、どれだけ遠くまで行こうとも、この期間に得られる自分の学びのステップっていうのは同じですよっていうふうに言われているので、必要な、成長をしているっていうふうに思ってみてください。10月ね。そしてその次の11月ですが、まあ、11月っていうのはね、社会運が出てきますよね。ここで一気に豊かさが溢れてきてますね。カップのクイーンの逆と吊るし人の逆とソードなどの逆なんですけれども、何かね、急にやっぱりこの10月自分では進んでないと思いきや、でも頑張ってることっていうのが急に認められるのか、すごくいい 評価というかね、本当にご褒美みたいなのが入ってくる感じがするんですね。でこれはとっても嬉しいことです。ありがたいことというか、臨時収入だったりとか、もしくは誰かにすごいベタ褒めされたりとか、嬉しいことですね。自分がやってきたことって本当に価値があったんだって思えるようなことがあると思います。ただしそのご褒美に甘んじるのではなく、やはりそれをどう生かすかっていうのを考えるみたいなんですよね。本当にこれ受け取っちゃっていいんですかみたいな、そんな感じがあります。そして12月にやったーみたいな感じで、もう宝箱からパカーン開いて喜びが溢れてるっていうカードが出てるんですけど、何か想定外の喜びがあるんですよね、12月に。なのでやっぱり11月で、ちょっと一応カードで見てみます。カップ12月ね、ワンドキング、ワンド4、ワンド6の逆ということで、やはりこの流れを見ると、やっぱり10月頑張ってることって見た感じわからないんですけど、でもやはり深いところではすごく評価につながるし、誰かとのね、サポートとかを得てうまくいくみたいなんですよ。それが表面的に出てくるのが11月。ただ11月に出てくるこの恩恵っていうのはちょっと棚ぼた的な感じもあり、本当にそれいいんですかっていう感じでちょっと戸惑うんですけど、でも本当に望んでいたことならそれは受けていいと思います。で12月に自分の喜びを解放させてください。これはおそらく本当に10月11月って精一杯やりきったからこそ与えられるチャンスだと思うので、それを得てください。で得る時のポイントとしては、ワンドのキングっていうね、力強いカードが出ていますので、自分にはやりきる力があるんだと。今はまだ小さいかもしれない自分の力は、でもここからいくらでも育っていくんだっていう感覚でいてください。そして必ず一人じゃないです。仲間がいますので、その仲間と共に支え合いながらいけるんだということで、すごいチャンスが来ます、この3ヶ月でね。ちょっとこの辺見させてくださいね。ちょっと戸惑ってる感じがありますよね。まだご自身では準備不足なんだと思ってるかもしれないし、どっちの方向で行けばいいんだろうとか、それをやるには今やってることやめなくちゃとか、そういった迷いがあるかもしれませんね。ただオラクルがね、ソードの8の逆っていうのは自分で自分を縛ってる想念を外しますよっていうふうに言われてるので、この3ヶ月の一番大きなテーマは精神的解放なんですよね。自分で縛っている思考、制限っていうものを外すチャンスがあるんですよってことなんです。でそのチャンスとしてとっても喜ばしいこと、なんかご褒美的なことがやってくるんですよ。なのでそのご褒美が来ても、その自分で自分を縛ってる思考でそのチャンスを見てる限りは本当にいいのかなとか、いやその今はまだできないなとか、それをやるにはこれを諦めなきゃいけないなみたいな、そういう思考になるんですけども、全部なしにできるっていうか、全て変えられる、自分の意識次第でっていうのが、まあ、メッセージだと思ったんですよね。ちょっと見てみます。一応ね、ワンド8の逆、ソード8ね、太陽素晴らしい、よかった。やっぱ守られてますよね。
まずちょっとポイントとして、忘れないでいただきたいのは、まあ、この3ヶ月っていうので見てるんですけど、やはりここまでやってきた、今年自分がやったこと、頑張ったこと、超えたことを思い出してみてください。それが人生の基盤になっているはずで、今年の後半培ってきた今のこの現状でやってきたことっていうのは無駄じゃない、全然無駄じゃないし、全然進んでないって思えたとしても、そのままやりきってください。そうすることで何か豊かなもの、何かを生み出せるっていうのがあり、でそれが本当の喜びにつながる、解放みたいな喜びにつながるんですけれど、まだそれを疑ってるというか、条件付き の喜びとして受け取ろうとしているので、いやいや、この3ヶ月で起こることっていうのは、まあ、そういった自分で自分を縛ってる思考、もしくは条件付きでなければ何かを受け取ってはいけないと思っている自分の思考っていうものを外していきますよっていうふうに言われているので、ぜひそれに気づいて、何かこのことだったのかなとか思ったら、あと手放しちゃってください。ここでもね、一応障害になっているのがペンタクスの4の逆ということで、自分のやり方とか自分が思っている大事なやり方っていうものを持ち続けている限り、得られる入ってくるチャンスっていうのはその枠の中でしかないっていう感じがあるんですね。でやっぱりね、ちょっと先の話になりますけど、2024年の前半はまだね、基盤整えましょうなんですが、後半からもチャレンジっていうのも出てきますし、もう1月末からはね、水亀田さん自分の力発揮するよみたいなのが出てくるので、その前振りとして、やっぱり今の幸せの中で得られるもので十分ですっていうよりは、自分の本当意識をパーンと外したら宝箱から飛び出してくるねみたいな感じがあるので、それをぜひ受け取ってください。で本当に全てはうまくいってるっていう感覚の中でいてください。はい、ということでここまでにしておきます。何かしらね、これを人間関係や仕事いろんなことに当てはめて考えてみてください。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。